始まりました。3試合目です。チーム名は社畜さんと愉快な仲間たち、イエーイ、バババババ、はい、始まりました。社畜さんとは、くもやさんやばいよね。200何時間でしたっけ。選挙期間でめっちゃ忙しいって言ってました、うん、選挙ってやっぱ忙しいよね。どうまい、福岡市のために頑張ってくださってますね、うん、すごい、マジで相手、あれやん、この人やん。みんな青、いいね。第4高校特定係ジャパン、第4高校特定係ジャパンの皆さん、新入高校へお願いします。そうそうそう、女性ホルモンがめっちゃ出てきてからさ、あーいいよ、行っちゃうよ。あったんですよね、高いです。いくらで、やっとね、100グラム、いくらやったっけ、1万5000くらいかな。なんか髪の毛が伸びるのなんたらか。わかめ毎日食べたらいいよ。マジで伸びるね。マジで伸びるらしいよ、わかめ食べたら。毛が濃くなりそうで嫌ですか。え、毛が濃くなりそう。確かに。あー、中井さん、蒸れるのは嫌ですね。蒸れるわね。お知らせいたします。ただいますべてのコートで第3試合目が行われております。すべてのコートで第3試合目が行われております。続いて第4試合第5試合の皆様、ぜひの方お願いいたします。次僕が当たるチームです。はい。どちらも。あ、あっちもか。うん。そっかそっか。え、翔太さんじゃないの？はい、見ました。中井さん、さっきお薬飲んだからないんだ、ね、お薬飲んだの？お薬飲んだ。何の薬？マリファナ？お薬、ガチの薬、ガチの薬。久しぶりに見た中井さん。え、昨日ビーチ行きました？いや、昨日は仕事やった。ああ、いや、中井さんと1試合目当たらんといかんかった、これ。この二人全員で延べ残業時間えぐいことになってそう。やばいですよね。一年とかなってそう。どんな感じですか？何が？たくやさんじゃなくて、ともやさんの。ともやさん、あの基本給より残業代の方が高いんだ。やばくない？じゃあめっちゃ給料高そう。そうやね。もらでも時間が増して。でも最近あれですよね、残業のあれがなんだろう、減りましたよね。まあ、国的にはそういう方向やけど、ホームテントではただいまリクエスト曲を大募集しております。流してほしい曲2時に退社して、ホームテントまでお越しください。それはやべえ、なんかもう帰らん方がいいレベル。よく死にませんね。よく釣りとか行けるよね。いや本当ですよ。サーブだ。いや、ちょっとこのチーム俺勝てるかもしれない。トマヤさん、トラさんはやっぱいいな、うん、中井さんね、うん、トスがね、うん、あのゴミなんよ。なんか話によるとトスボンってあげて隣のコートに飛んでいったみたいな逸話があるぐらいゴミらしいから、
じゃあそういう方向でいきましょう。トモヤさんにカット取らせて、はい、全部中井さんにあげさせよう、はい、じゃあサーブちゃんとそこに行ってくださいね。俺は私たちがよしりょ、俺も打つよ。びっくりした。あーお前か。コアラうまいかな。吉良いますもんね。ねえ、思った。こんな感じ？何対何？ちょっと負けてるっぽいですよ。点数見えないな。7-4ぐらいかな。多分。13-4。うわ、13-4だし。そんな。お、うまい。小林さんあれしてくれてるね、よく。うん。2で返せ、うん、後ろに置くと左手、利きやったらいいですよね。簡単にできる。イエーイ。向こう負け。クリアファイルにさ、はい、去年、トモヤさんがこう出たときデカデカと映ってもらって、めっちゃおもろい。今年も乗ってません？乗ってたんですよ、トモヤさん。あ、そう、今年のやつ。今年のやつあれってよう乗っとんのよ、なんか知らん。あと、マサさんも乗ってた。あ、乗ってたね。はい。めっちゃあそこに立ってるのがエリカに見えました。ほんとだ、なんとなくね、足とか。14-5ぐらいです。6だった。第3もでもね。そろそろ来る。でも中井さん東京でビーチしてましたよね。だけどね。てかお台場とかにもビーチあるってびっくりです。らしいね。はい。わっ、芝子さん来た。いや、私いなかったけど行ったらし、来たらしいですよ。いいな。え、だからあのストーリー見てなくてさ、はい、この間佐賀帰った時に芝子さんにさ、はい、飲みに行きましょうよって言ったらさ、はい、俺のストーリー見てないって言われて、何がっすかって言ったら、こういうことなんだよって。え、今どこにいるんですか。今こっちおるよ、多分。そうなんですか。半年後に佐賀行った。中井くん。中井くん。やばい、18-8やん。あ、17-8か。ちょ、思った。忍者の旅に。わかるわかる。あ、やばい、やばい気がする。すごい、お腹すらしそう。なんだろう。わあ、中井さん頑張って。ビーチサーバーじゃない。ビーチサーバーって緊張するよね。うん、マジで。なんか逆にサーブ下手くそになったもん、あの時期。メンタル強くないとできない。うん、あれマジで。創生のピンチサーバーとかマジ強い。マジ強い。自信ないとね、あれは。
緊急サーバーやからしょうがない。正直出たくないと思う。終わったー。20対8位ぐらいで負けました。お疲れ様でした。